おはようございます。今日は夏休みの撮影が、かっこ撮影がある日のルーティーンを、一日のルーティーンをご紹介したいと思います。コメントとかでもね、やってほしいっていうリクエストがあったので、今回はねルーティーンをね、夏休みのご紹介したいと思います。で、また撮影なしの夏休みのルーティーンもね、出したいと思っているので、そちらもぜひ見てください。今7時です。で、朝ごはん食べています。今ご飯食べ終わったので歯磨きと顔を洗います。今はママに髪の毛をやってもらってるところです。今日は高めのポニーテールをしてもらってます。はい、今は8時です。今から撮影しにアリューを橋本に行きます。ちょっとで遠いんですけど、チャサクッと、ね、行っちゃいたいと思います。うるさいな、こうやってやりたいですね。はい、はい、今ねミニストップでちょっとトイレ行こうと思って今入ったんですけど、それでくじがあったんですよ。うちサンリオ大好きで、やったら1番くじなんですけど、1回で2等出しちゃいました。それがこちら。2等はこちらのねサンリオのミニテーブルでした。超可愛くないですかこれ。小さめのミニテーブルが当たりました。1等はね、可愛いスーツケースだったんですけど、2等出ました。ちょっと嬉しいね、これは。予想外でしたね。はい。はい、とりあえず今アリュー橋本に着きました。なのでちょっと今から行ってきたいと思います。バイバーイ。撮影です。今日は3チャンネルでコラボしております。イエイ。はい、今アリュー橋本の撮影が終わりました。公開する絶対見てください。超やかった、本当に良かった。豪華キャスト嬉しかった。いつもありがとうございました。もうね、スクイーズが死ぬほど取れた。私の中ではかっこいいじゃんって。結構ね、お姉さんがね、探偵さん前に出してくれたりしました。ハッピーワニチャンネルのさよちゃんとしなちゃん激かわ、七色中華のハチちゃんも激かわでした。もうみんないい子だし、何よりクレーンゲームがうまいのよ。だからちょっとね、びっくりしちゃいました。みんなのおかげでいろいろね、楽しんだり撮れました。本当にありがとうございました。またできたらよろしくお願いします。ハビマネチャンネルさんとブランドジョーさんのチャンネルは概要欄にあるので、ぜひ見てください。今から塾行きたいと思います。行ってきます。ただいま、目が覚めたももかです。疲れた。はい、塾から帰ってきた、ご飯まで、まあ、夜ご飯までの少しの空き時間の間はコメントを返したり TikTok をしています。これは私の休憩時間。はい、今から夜ご飯を食べていきたいと思います。いただきます。箸がないんで取りに行きます。いただきます。ごちそうさまでした。
美味しゅうございました。おご飯を食べ終わったのでお風呂に入っていきたいと思います。お風呂入ってきます。お風呂って気持ちいいよね。日頃の疲れが飛びます。バイン。はい、今お風呂から出てきたので化粧水を肌にはたいています。よくコメントでどこの化粧水使ってるのみたいなコメントがよくあるんですけど、私はね決まってないんですよ。ママが使ってるやつを借りたりしているだけで、何がどこの化粧水使ってるとか決まってませんね。日によるっていうかね、よりよりです。はい、今ねちょっと畑終わったので、今からちょっとねお勉強、塾の宿題とお勉強をしてからまあ寝たいと思います。でその動画、勉強してる動画、コメントで、ね、ちょっと話変わるんですけど、コメントでよくそのお勉強動画1時間くらいの撮ってほしいっていうのが結構多かったんですよ。なのでその動画を撮りつつもお勉強したいと思います。その動画また後日アップするので全員見てね。じゃあお勉強しに行きましょう。はい、今からちょっと勉強の動画撮影していきたいと思います。でね、一緒に勉強したい方なのでね、大体1時間くらい一緒に勉強できる動画みたいになるので、ね、皆さん一緒に勉強をしましょう。はい、1時間勉強が終わりました。結構長いと思ったんですけど、意外にあっという間だったような気がします。もうあとは結構10時くらいで遅いんで、お風呂は歯磨きして、お風呂じゃない歯磨きして寝たいと思います。はい、今からお休みしたいと思います。寝ます。で私は、スティッチに囲まれつつ、ここにもここにもここにもいて、うさまるちゃんっていうんですけど、このうさぎの抱き枕をいつも抱いてます。ずっと泣いて寝てますね。私暗くしないと寝れないタイプで、暗くすると怖いんでアイマスクして寝ています。そういうパーティーですね。はい、じゃあもう寝たいと思います。疲れちゃった。私もう本当に疲れた時に2、3秒寝ちゃうんで、おやすみなさい。ご視聴ありがとうございました。おすすめの動画はこちら。次見てみてね。こっちのボタンをクリックして今すぐ